ボーイングアス6シンガポールエアーショー2010で展示されたボーイングアス6ボーイングアス6はボーイングロータークラフトシステムズ社が開発中の UAV 機能付き攻撃ヘリコプターである。以下本項目では突起事項がない限りアス6 x と呼称する。ウルブこのアス6 x は MD ヘリコプターズで生産されているアス6 キラーエッグ系多目的用ヘリコプターをベースに無人機化されたものである。まずはマイナス6のベース機である民間型の MD530 回で開発が進められ先行開発型のウルブが製造された。同機は2004年9月8日に初飛行し、同年10月にパイロットを乗せた状態で完全な自立飛行に成功した。このウルブは機体の色が 暗色のものと白の機体のものが開発されている。2006年4月には、R-64D アパッチロング棒を用いて、ガンナーによる遠隔飛行に成功し、同年6月には、アリゾナ州メサにある、アメリカ陸軍、ユーマ試験場にて20分間にわたる、監視、偵察飛行に成功した。この実験の成功により、 ボーイング社は UAV としてだけでなく、有人飛行が可能な機体の開発へとコンセプトを変え、メガマイナ R-6 の最新型であるメルブをベースとした、R-MHz-6X メルブを同年9月に開発した。アビオニクス自体は、R、R-MHz-6 リトルバード同様メルブのグラスコックピットを使用しているが、それに加えウルブのシステムを追加搭載している。 この機材は明るめの黄色に塗装されている。この R-6X では、キラーエッグ同様に武装を搭載できる。さらにボーイング社はこの R-6X をベースに、O-58 回オアの後継機トライアル、提出仕様である R-6S フェニックスを開発し、また、R、R-6S の海外輸出版として、R、R-6I も開発されており、 2009年10月7日に初飛行し、2010年5月にヨルダンが購入。続いて、同年10月20日にはサウジアラビアが同期36機を R-64D アパッチロングボーのブロック3と共に対外優勝軍事援助で購入したことがアメリカ国防安全保障協力局より発表されている。2019年9月25日にはタイも採用を 決定した。2012年、ボーイングが無人機化した機体を韓国軍でデモ飛行させた。陸軍の MD500 に無人化システムを導入させられる無人機化システムで25分間でも飛行した。2013年9月、オーロラフライトサイエンスとボーイングはアメリカ海兵隊の無人 KISR 能力コンペを提案した。2014年4月、 クアンティコ海兵隊基地で小型タブレット端末の指示による無人機化したアマイナス6とカマン系マックスの着陸が成功した。これらのヘリにはライダルなどの各種センサーと統合先進アルゴリズムからなるオートノマスエアリアルカーゴユーティリティシステムが装備されタブレットを持った人間の指示で着陸地として整備されていないポイントへ着陸させることができるようになった。 このような遠隔操作を必要としない自動着陸はオペレーターの負担を減らし作戦中の休憩や24時間体制での医療搬送などの任務を可能にする。オクスは 45kg しかないため他のヘリにも搭載可能である。無人機化された R-6 は r 6 4ー、e、アパッチガーディアンと連携することが可能である。上述したが、 この R-6X の最大の特徴は、機動性のある、キラーエッグを無人機化させたことが挙げられる。このシステムは、地上誘導ステーションから、衛星経由での遠隔操作及び上述の R-64D のガンナーが、遠隔操作する形で、無人操縦を可能としており、なおかつ有人飛行も可能なため、夜間のみ、オートパイロットを用いて安全に飛行でき、 負傷者の搬送及び物資輸送が可能である。基本的に、ウルブ・メルブどもにレーダーカメラが鼻先に搭載されているため、先が少し尖ったように見える。また、メインローターブレードは6枚に、テールローターブレードも4枚に増えている。サウジアラビア国家警備隊の R-6i。ありがとうございます。